皆さんおはようございます。上田姉妹の妹マリナです。本日は書いてないですね本日は筑波山に来ております。筑波山はですね、日本百名山のうちの一つなんですけれども、日本百名山の中でも一番低い山で、880ここに出しとくんですけどメートルなので、っていうのと、あのアクセスもすごいいいので、東京からとかも行きやすいので、ぜひぜひ来ていただくと楽しいかなと思うんですけど、そんな言いながら私も今日初めてなので、あのコースとかたくさん見ながら楽しめていけたらなと思います。で、本日のコースは、今ここの現在地で筑波山っていろいろコースがあると思うんですけど、大きくこの1、2、3が多分あって、あ、ここもですね、ここもあって、で、おそらくこの1とこの2の御幸ヶ原コースと白雲橋コースがすごい王道のコースになっているんですけれども、今日は、まずここから白雲橋コースで登っていきながら、ここの女体山の山頂まで飛んでから、その後南体山踏んで、でここから、体力があったらこのまま御幸ヶ原コースを歩いて帰ってこようと思うんですけど、今日はなんと私の大好きなお友達と登るので、もしみんなの体力とかがあれだったら、ここから、ケーブルカーでここまで降りていきたいなと思っております。はい、ここのコースもすごい楽しいっていう風に調べたりできたので、またいつか登ってみたいなと思ってるんですけども、今日はここから頑張っていきたいと思います。行ってきます。鬼滅の刃は人気の理由されるシラクモ橋コーススタート、女体山まで 2.1 キロです。意外と近いだね。分岐に来ました。白雲橋コースに行くので左側に進んでいきます。よいしょ、白蛇弁天です。白い蛇が住んでいると言われ、この白蛇を見かけると財を成すとの伝説。この筑波山はすごいパワースポットがたくさんあることで有名とのことで、この後もたくさん出てくると思うのでご紹介したいと思います。こんな感じになっております。すごい、今は石の階段を登っております。結構なだらかと言いながらも険しい石段なので、ゆっくりゆっくりと登っていきたいと思います。さっきは石の階段だったんですけど、今は結構木の幹とかもあるので足場に注意しながら登っていきたいと思います。筑波山は初心者の方にも登りやすいっていうことなんですけど、足場とかはちゃんとあるので、運動できる靴の方がいいかなと思います。あとは一番初めに紹介していたみたいに、ロープウェイ、ケーブルカー、ちょっと忘れちゃったんですけど、を登ると本当にほとんど上のところまで行けるので、そういうのもおすすめだと思います。このコースはそこまで渋滞も来てないかなと思います。前に登られてる方もいらっしゃるんですけど、ゆっくりゆっくり登っていきたいと思います。はい、筑波山神社から 1.1 キロ歩いてきて、向かい山頂まであと 1.6 キロです。頑張ります。はい、どんどん登ってきました。今は石のところがあったので
座っております。休憩してます。ここでも影になってるので、直射日光じゃないので暑いんですけど、ちょっと涼しいところもあるのでいいなと思います。ここがですね、こんな感じで座れる。今日はですね、羊さんヘアにしてみましたが、いかがですか？ちょっと髪の毛をそろそろ切ろうかなと思ってるので、最後のロングをどう活かしてヘアアレンジするかと思ってたんですけど、なんか三つ編みだけじゃあれだなと思ったので、こう羊さんにしてみました。ちょっとお洋服はまた後でどこかで紹介できたらなと思うんですけど、今日は山コーデにしてみたのでお楽しみにです。はい、女体山頂まであと1キロです。もう少し、もう少しです。今もうすごい緑の中に囲まれていまして、鳥のさえずりがすごい綺麗なので、こう自然に囲まれてる感がすごい味わえていいのではないかと思います。大きい木がありました。すごい自然がいっぱい、なんかすごい力をもらえそうですね。タッチわあ、すごい綺麗です。休憩所です。はい、中がいい感じですね。はい、今の休憩所はですね、さっき登ってきたのがこの筑波山神社なので、でん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 、ここです。ここが便器、茶屋、あとっぽいですね。すごい、あとなので第3まではこれは40分ということです。すごいいい感じです。皆さんもここで休憩をされてますね。あ、ここが弁慶の七戻りとか母の胎内くぐりとかがこれからちょうど出てくる感じですね。楽しみです。あ、そうですね、女体山877mまでまずは頑張っていきたいと思います。はい、さっきの見どころポイントのこれですね、弁慶の七戻りです。今にも落ちそうで、壊れ抜いた弁慶が七戻りしたっていう石が、そのお岩がじゃーん、こんな感じで、確かにここの岩めっちゃ落ちてきそうです。すごい、くぐりたいと思います。すごい。こちらが母の胎内くぐりになります。岩を抜けることで罪汚れのない清い心身に立ち返ることを意味しているそうです。すごい、よいしょ、いいね、よいしょ、すごい、いいですね。汚れがなくなったでしょうか。次が国割石です。線を引きそれぞれの収めるべき地方を振ります。おー、あ、この線とかってこと。すごい、木漏れ日が綺麗ですね。次のパワースポットが出船入り船
石の姿がまるで出ているかね、うん、じゃーん、すごい、おー、細い細い、よいしょ、パワースポットがたくさんです。よいしょ、黒糖岩とのことです。よいしょ、あと 200m です。崖は大渋滞となっております。ちょっと山頂までがすごい並んでいるので、この時間でミルキー休憩を挟みます。めっちゃ久しぶりにミルキーを買いました。じゃーんミルキーってなんか紙にこのペコちゃんが10匹いたら当たりみたいなありましたよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10匹いますよ。あともうちょっと待ってから帳簿を見たいと思います。5人で一人はちょっと難しい。山頂着きました。じゃ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 ん。三角形だ。女体山すごく綺麗でした。この後、みゆきがはらコース、こっちの。で、みゆきがはらに行って、ちょっとご飯を食べたいなと思います。行ってきます。みゆきがはらに着きました。すごいすごい、いっぱいご飯どころがあります。すごいすごい、けんちん汁を頼みました。わーい、お友達もあのもつライスとかカレーうどんとかを食べます。いただきます。バッジを買いたいと思います。たくさんあってめっちゃ迷いますね。これはいっぱいあります。他もあ、これカエルさん、あ、すごい、あ、ラジオ忘れ物ない、かわいい、あ、ちょっとかわいい、迷いますね。このカエルちゃん、カエルちゃん気になる。出る前に家が、これも気になる。でもカエルちゃんにします。バッジゲットしました。それでは今日のコーディネート紹介をしたいと思います。今日はですね、アウトドア全面というよりかはどこでも揃えられるようなコーディネートにしてみました。この緑を今日は緑っぽく、筑波山ガマガエルがいっぱい有名なのでカエルコーデみたいになってしまってるんですけれども、まずこの T シャツがなんとユニクロのエアリズムでございます。これがすごい可愛くて、ここにカタログ載せておくんですけど、結構丈が短くてここはゆったりしてるのですごいいいなと思います。長かったらなんかボテッと見えてしまうのでこれがいいかなと思うのと、このズボンなんと無印良品のパンツになります。しかもこれがなんと1990円ぐらいですごい安いので、え、可愛いと思って。この他にもマスタードカラーっていうんですか、黄色のちょっと濃い色のやつもあってめっちゃ可愛かったんですけど、それも狙いたいなと思って。あとこれはもう多分限定なのでなくなっちゃってると思うんですけど、これもユニクロのなんていうんですか、これはポシェットマリメッコとユニクロ のコラボ商品だったんですよね。それを今日持ってきました。あと、まあ、リュックはいつも通り、いつもいつも通りっていう感じですが、カメラもこうやって持って今日はやっております。ぜひ皆さん参考にしてみてください。あとすいません、バンダナつけております。前の剣さんの時のバンダナがめちゃくちゃ好評で可愛いってすごい言ってもらったんですけど、
これもつけてみました。これはあの普通にあのアクセサリーショップみたいなところで売ってるバンダナなので全然アウトドアとか関係ないんですけど、あの可愛いのでぜひやってみてください。羊さんでした。ありがとうございました。それではご飯を食べたので次南大山に登っていきたいと思います。南大山山頂着きました。標高 871m です。はい、今南大山から下って三重ヶ原に戻ってきました。すごい南大山もすごい景色が綺麗でしたね。下りはケーブルカーで降りてきました。ちょっと初めはあの三幸ヶ原コースを降りようかなと思ってたんですけれども、もう十分楽しめたよねっていうことで、帰りはあのケーブルカーも私もあまり乗ったことなかったので楽しみながら降りてきました。はい、本日は筑波山に登ってきたんですけれども、あの本当にお手軽に登れてすごい楽しかったです。パワースポットがたくさんあって、あのもうありすぎて全部映しきれなかったんですけれども、特にあの岩と岩のすり抜けるやつとか、すごい楽しかったです。今思うとあのガマの石を多分素通りしてしまったので、そこだけちょっと映せなかったのが残念ですが、女体さんも南大山も登れてすごくすごく楽しかったです。はい、ではこの動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。